だってあの裏見えてないじゃないですか。どこ？なんかビョーンって飛んだ後とかって。あー見えてないけど、はい、大体あれ大丈夫だよ。ゆきともアプリ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ゆきともアプリの高野です。若松です。飯塚です。はい、今日は一級チャレンジではなくて、はい、あの野田さんがあのフリーランレッスンっていうね面白そうなのをやってるんで、あの参加しに来ました。はい、頑張ります。頑張ります。あなかなかねフリーランレッスンなんてねないんでね。はい、で若松さんも初めてですね。いつも競い板で。はい、大丈夫ですかね今日。不安でいっぱい。はい、遭難するんじゃないかなと思って。でも大丈夫です、はい、もっと不安な人は隣にいるんで。そうなんです。不安でしかない。いつも不安。そうです。楽しんでいきましょう。はい、はい、おはようございます。和さん、おはようございます。今日はあの和さんのやってるフリーランレッスンに参加しに来ました。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、野田哲平です。僕は今コブを中心にレッスンとかをさせていただいてて、もともとはモーグルの選手をやってました。でその後選手のコーチをやったりとか、それと並行して一般の方のコブのレッスンとかもやってたんですけど、今年からはこちらのエスプロレッスンでオンラインのレッスンであったりとか、雪上もコブだけじゃなくてある程度ベーシックなスキー全体のベーシックなところであったり、楽しみ方として、フリーライディングみたいないろんな地形を滑ったりとか、あと皆さんの上達が促進するように、お子さん用のレッスンとか、あと練習会みたいなものもいろんなメニューをご用意してますので、ぜひあのこちらご覧になっていただいて、エスプロレッスンからお申し込みいただけますので、いろいろ活用していただければと思います。皆さんがこういろんな目標を持ってスキーされている方だったりとか、明確な目標なくても楽しく上手くなりたいな、上手くなったらもっと楽しいんだろうなっていうような思いが叶えられたらいいかなと思ってます。そのお手伝いをできればしたいなと思いますので、ぜひご覧になっていただいて、興味があれば入ってみてください。よろしくお願いします。ちなみにどんな感じで今日は出たとこ勝負っす。出たとこ勝負っす。出たとこ勝負。まあ皆さんがどのくらい滑れるかわからないと、まあ地形とか入るんですけど、地形は雪がいつ降ったかとか、その前どんな感じだったかで全然滑りやすさが変わっちゃうので、まあ自分の滑りやすいとこ見つけたりとかもしながら、なので出たとこ勝負で、ここだったらこういう風に滑ったらいいですよとかっていうようなイメージでいきたいなと思ってます。出たとこ勝負で楽しんでいきましょう。はい、はい、よし、じゃあ今からスタートですが、はい、とりあえず野田さんに頑張ってついていきましょう。もう一回こっちに行って、ついてきてもらっていいですか。はい、はい、とりあえず一回滑ってみますか。はい、さらっと平地を、太いの初めてぐらいですか。はい。もしかしたら成長を苦戦するかもしれないというか、いや苦戦って言っても滑れないわけじゃなくて、なんか感覚変だなとかあるかもしれないので、ちょっと斜面変わる手前ぐらいまで、はい、中回りからちょっと大きめぐらいで、でもいや普通に滑ればいいです。はい、まあ普通にうまいっすかね。うまい。まあ普通にね。まあ、そもでもね。まあ知ってましたが。いや全然滑れるんで大丈夫。すごくこう基礎っぽいカービングとかアルペンとかみたいに今の。感じになっちゃうと、荒れてると足取られたら一発で死ぬ。なんで、あれはあれで、ああいうスペシャルなテクニック。板の上に乗っちゃって大丈夫なので、はい、そんなイメージでいければなと。クリスタルボール。クリスタルボール。ちなみに、冷や施設なので、全部上級になってるんですけど、ここは、そん
なに斜度が低くはないので、うん、あ、そうなんだ、はい、どうぞ飯塚さん、スイス行くからね。名物というか、ツリーが、マダロンツリーのコースが多いので、で、割と木が多いところ、結構切って木がだいぶ減ってるところ、いろいろあるんですけど、こういうところって、ある程度コントロールして滑らないと、ぶつかって危ないので、まあその辺をちょっときっちりやろうかなと思うんで、ちょっと行きましょうか。なので、少し、最初は楽な、尾根沿いを、あまり、変な、尾根落ちちゃうと、危ない方に行っちゃうので、尾根沿いを、ちょっとゆっくり滑りながら行きましょう。があまりない、今日はそんなにパウダーっていう感じじゃないので。なるほど。木で矢印が出てるんですけど、あの矢印よりここに行っちゃいけないので、そこだけ気をつけて、まあゲレンデの表示を守るようにしましょう。はい、あの硬いので、緊張しますね。緊張しますね。これシャドウが緩いとちょっと安心。さっきの入り口ぐらい急が続いたら、ないと高いんじゃない。そうですね。あそこちゃんと教わないといけない。これ行ってうまいから。使って大丈夫です。あのなるべく体の下に板を置いて、あのギュッて起き上がると、立ち上がるとスキーは圧が軽くなる分だけ板をこう振ったりとかできる。でこれをうまく使ってあげれた方がツリーとかは滑りやすくなります。これがスピード出てきて広い斜面とかになると、まあ普通の基礎スキーとかと同じような感じでゆっくり倒していくとかでも板によってはいけるんですけど、まずはそこから、じゃないと狭いところは滑りにくくなりますので、まずはちょっと上下動してゆっくり一旦一旦で、あと乗った時にギューンってターンをするのもありですし、あとはそのままずらしていける。そうするとコントロールが効くし、狭いところとかもまっすぐ滑れるようになるので、そんなイメージで、ちょっとここから木が出てきますので、でルートは僕滑ったところじゃなくてもいいです。自分が滑りやすいところを滑ってあげることが大事なので、うん、なるほど。そこを狙って思い思いに滑っていきましょう。じゃあちょっと開けてるところをまだここあるのでもう少し進みます。はい、はい、なんで僕の止まったところより後ろに下がらないように、止まるところは左右はバラバラでもいいので、最終的に止まった後僕のところに戻ってこれるところに立っていただいて、はい、はい、はい、行きます。
上下動、上下動、お、なんかいい感じじゃないですか。いい感じじゃないですか。いい感じっすね。楽しそうっすね。うん、さすが、いや、うまいな。どこでもいいのでちょっとそこのおでこぐらいまで行きますんで、はい、なんであんまりこっちに寄りすぎないように、はい、こっち側回ってもらっても大丈夫なので、はい、ちょっと行きますね、うん、もう楽しいですね。楽しい。わあ、全然硬いけど滑りにくそうではなさそうですね、うん、そうですね。ゆるかさん、落っこっちゃダメですよ。こっち行きましょう。安全に安全に、上下出す。もううまいね。うまいですね。なんか生き生きしてます。そうですね、生き生きしてる。解き放たれた。うまい。まあ、なるべくこう上下動を使ってもらったんですけど、もう一個ステップアップ、ステップアップというかプラスして、上下動で上だけに動くとスキー進んでいくと遅れてたりするので、どちらかというと行きたい方向に向かって